さあ、はい、17番、はい、176ヤード、はい、これ今までだいぶ苦しみましたよね。苦しみましたね。何番で打つか。なんかでも今も苦しんでます。今も苦しんでます。何番で打とうか迷ってる。なるほど。何番で打ったらいい。なんかでも4番やったらでかい気がするねんな。そうやな、もう5番でいいんじゃない。もう暖かくなってきたら多分ここ5番やで。さあ、何番で打ったん？頑張れ、お願い、頑張って、頑張らへん。ちょっとある？ある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 。ピンの方向行きましたけど。カメラちょっと向こうから撮っとくべきでしたね。え、どんな顔でした？え、どんな顔やった？あれ？なんか、あれ？なんか、なんか面白かった。あれ？軽く打たんと。お、軽く打たんとと言っています。右やけど、この縦はもう全然大丈夫ですね。あ、ナイスオン。あなたこれ、これ30台いけるんじゃないですか？30台。いや、どうやろう。あれがめっちゃロングバッテンもんだから。あの、奇跡のカート道オンがなくなったからな、ここ。ショートしても、奇跡のカート道に当たり、オンをするという。これでも皆さんね、このここに見えてるここの崖崩れがあって、あの去年の雨でね、もうコースがね、ちょっと変わった、ホールが変わったんですよ。もっとね、大変なホールになってしまったんです。縦が良ければこれちょうど乗ってます。あはげまし合っていこう、みんな赤字にからさせてくれ。それは神、ここは赤。ここでも本当に難しいんですよ。本当に難しい。ね、さあ、では私は先行きましょう。さあ、このね、来たことある方は分かる。この橋がね、もう怖いです。私は実は高所恐怖症なんでね。さあ、これがね、下に見えるのが、あの先ほどの16番のグリーンですね。はい、渡っております。さあ、ゴルフはやっぱりこうやってね、自然の景色をこうね、見ながら、プレーできますので、非常に今更ながらいいかなと思いますけども、まあなかなかね、プレーがうまくいかないとそんなことを楽しむ余裕もなくなってしまうこともちらほら今迎えました。さあ、今回のこれ企画、これどうなるんでしょうか。皆さん気に入っていただけるんでしょうかね。これだとですね、そのいわゆる配信のね、不具合とかそういうのがなくなりますんで、綺麗なままお届けできると思いますが、あとはもうね、
そうそう、なんかうちはこの練習ラウンドはですね、それぞれのみんな課題がありますので、例えばもうそんなにね、パターの体勢に入っても邪魔にならない、目線に入らないところだったらそれぞれパターの練習をしたり、グリーンとかね、試合の前にグリーンとか練習調べるときなんかはもうそれぞれこうコンコンコンと打っていったりするので、ショットもそうです。そういう感じで回ってますんでね、そういう動画の時も、まあ、そういうふうに見ていただければと思います。ラインもですね、例えばライン踏んだらもちろんマナーではいけませんが、実際には体験として、じゃあラインを踏んだら入るのかとか入らないのかとか、関係があるのかないのか、そういうのもいろいろ経験したりとかしてやってますね。もちろん普通の一般のプレーの時はマナーは重視なんで、そういうことはありませんが、みんなの時はいろいろやってみます。やってみないとわからないんで、ね、さあ行きましょう。これいいですね、満点ですね。ちょっとライブあるそうですね。さあどこまで寄せられるか。低い球で行った。上りをね、残してるんでね、いいと思います。2メートルありますね。なんかそれ入れれたらもうなんかあれって、あ、言いたいことはよく分かったよ。それ入れれたらまで言おう思ったのに、後のボキャブラリーが続かなかったという千里選手。いる、はい、っていうかさ、そんなにロングパットでもなくてびっくりしてんねんけど、刺したまま行きます。さあバーディーパット、おっと右から回して、おい、これこの間外してましたね。ね、うるさ。忘れてた、覚えてた、どっち覚えてるよ、覚えてるよね。いや、ここはマークしても、ここは別にマークしても何も思わへんで。ナイスパー、最終ホールを。外さんやろって思ったけど外したからな。でももっと遠かったのこの辺。あれはでも。知らね。で思い出したくないシューズに。あれは投げやりが悪かったんで。投げやりっていうか影があったから、なんか適当に。ちょ、もううるさいです。ね、うるせえ。うわいい。うわ。ナイス、ナイスパーです。じゃあ、いっちゃんに。これがもし入らなければ。なんやねん、またそんな。後で仕返されるから。そんなことばっかり稼やがって。嵐のチケットが谷底に落ちる。嵐のチケット谷底に落ちる。さっき当たったチケットが谷底に落ちていく。終わりでしたー。嵐の話やめようね、入れてきるからね。やめよう、嵐の話やめよう。集中力ありますね。嵐にしたら入る。さあそしたら最終ホールに行きましょう。持ってんの誰なん。